この番組は足立区芸人安全漫才による1時間の公開生放送バラエティ、北千住シーウェーブのスタジオより全世界に向け生配信中。安全漫才の月曜10時の連絡帳。よいしょ。さあ、ということで始まりました、月曜10時の連絡帳ということで、僕らが足立区芸人朝企画の安全漫才です。よろしくお願いします。お願いします。アラポンです。ミヤゾンです。よ、そしてヨガちょっとあれですね、今下手くそな位置で入りましたね。なんでそれいつも間に合わないんですか。なんでその準備、なんか先週もそうだったね。先週もオープニングで、しかもそのネクタイする前になんでボタン止めちゃうんですか、ここ。なんかね、ここ間違えた。これ絶対後でした。そうだね、間違えた。ということで、いつも間に合わない、作家のコンさんです。はい、こんばんは。お願いします。さあ、ということで9月突入ということで、いいですね。あれ、こんなに雨降るんでしたっけ、9月って。そうだね、すごい雨、連日雨じゃないですか。梅雨みたいな、あの、ね、蒸した雨が降ってますよね。すごいよね、こんな降る。どうですか、なんでこんな台風来てるのね。なんて台風。ああ、台風ね、うん、だからなんか今あれだよ、竜巻とかさ。すごいね、竜巻も ね昨日ありましたからね。今日もあったのか。うん、なんか大地が、うん、ね、大地が、うん、地球という怒ってる、地球の大地が怒ってる、人間に対して怒ってる、怒ってる。なるほど。これ沈めるなんかあるんですか、これは。沈めるやり方はだから、本当、物に感謝するしかないですね。物に感謝、物に感謝すると自然が許してくれるんですか。そうですよ。何にでも、じゃあマイクにもありがとうって。そうそう、ありがとうって言わないとマイクの調子も悪くなりますからね。マイクにありがとうって言わないとね、うん、物には必ず魂があると言われるぐらいの。なるほど。やっぱ入り口気持ち悪いですよね。そうそう、気持ち悪い。ちょっと待って、なんかね、人間ってね、最近知ったんですけど、なんすか、話変わっていいですか。変わっていい、もういいです。人間って A タイプと B タイプがいるんです。なんで A タイプと B タイプ、 A タイプと B タイプ、うん、ね、携帯をどうやってかけますか、耳でかけるときに。かけてください。あれ、なんかで見たぞ。そう、なんかで見たぞ。これは B タイプですよ。人の意見もすぐ言っちゃうじゃないですか。どっかでそれ見た。マツコの知らない世界でやってたんですよ。そうだ。それが、うん、それがコンさんのやり方ね。そう、 B タイプでしょ。この持ち方、ね、アラポンやって。同じ多分。でしょ、うん、B タイプでしょ。僕 A タイプなんですよ、うん。こうですよ。どういうこと？あ、じゃだからベタっと持たないでこうすんの。あ、俺そうだよ、だってベタって持たないよ、俺。え、ちょっとかけてみて。あ、だからここらも。浮いてる2タイプに分かれんじゃないの。小指で絶対支えるし、むしろなんなら俺は自分鼻、あの、最近すごい鼻炎がすごいんですよ、僕、うん、慢性鼻炎みたいになっちゃって鼻息入んないだから俺こうするよ。なるほどね。お疲れです。じゃあちょっと待って、あ、でも俺 B タイプだな。何なんだよ。どこ行くんだよ。釣り革を、釣り革、釣り革だと思う。それも見たよ。ほう、あ、やっぱ A タイプだ。 A タイプ。コンさんはもうベタと B タイプなんですよ、うん、ね。その、なになに、ちょっと待って待って、携帯は俺 B だったんでしょ。釣り革は A。 ちょちょ、携帯は A 全部 A。 お前は、俺 B。 何が B なの。ベタって持つってこと、携帯を。ベタって持つとか、しっかり持つとか。で、俺も釣り革もそうなんですけ ど、これを、僕が何を言いたいかっていうと、あれなんですよ、要するに野球だと、野球のバッティングとかで A タイプ、B タイプいるのに、うん、ね、あれなんですって、A タイプが支配した時が、え、待って、A ってこれ、コンさんとこの、このっちの、そう、A、うん、その時に、ね、脇を締めな、うん、あの、脇を締めろっていう教育を受けたんです、僕も、うん、そしたら、ね、全然打てないわけですよ、脇を締めたら、うん、うん、でも、いや、バッティングとは締めろと、うん、よく言うね、ゴルフとかもそうだね。それは A タイプの人が指導した場合そうなっちゃう。あ、 B タイプの、だからその A タイプが支配した時代があるわけよ、監督として、うんうん、そうなった場合、俺は B タイプなのに A タイプの人が、 A タイプだから、やっぱり B タイプが握る方でしょ。握る。 A タイプはそんなにラフに行く方でしょ。そう。じゃあなんで B タイプ、A タイプが教えたらなんできっちりするの？ A タイプは割とその指先を使うんだって。指先を。だから、なんつうの、絞るとか、指の。使ってないじゃん。なんつうの、グリップを打つときにこういうふうにいくのか、手首を使ってこういうふうに打つのか。それどっち？これ A タイプ。ああ。だから A タイプの人が、うん、
B タイプに A タイプのことを教えちゃうっていう現象があったらしいのよ。だから B タイプの人の成績が伸び悩むっていうことがあって、うん、ね、で僕今考えたら脇開けるのって B タイプなんて、うん、打つ時に、うん、ね、こういうことがあるんだなと。なるほどね。B タイプしね、それは、今の中ではどっちが多いの？この今の世の中では A と B。 それを A タイプと B タイプがあるっていうことを最近言った人がいるんですよね、うん、でそれを聞いたらなんかすごい表彰されちゃって。どっちが多いの？どっちが多いんですか？多いかどうか分かんないけどいるらしいよ。なるほど。じゃあ A タイプが2人と B タイプでこの放送はやられているってこと。今度は B だよね。 B タイプ、まあ割とがっつり。あ、俺だけ A ってこと？あれも A かもしれない。 A、B、B ってこと。あー、クソ。じゃあ B タイプに俺も教えされてるってことか。うちわとかも B タイプは、うん、ね、こういう風に合う。それ B、 A は、うん、A は A はもうここだけ手首。いや、ごめん、俺 A だったら、俺うちわだったら俺小指と親指だけだわ。だからもうそれぐらいで指でいける。引っ掛けてやっちゃうぐらい。そう、それやっぱ A タイプですもんね、うん、ダメなの？こっちの方がダメなの？いや、どっちがダメってことはない。これ何なの、この差は。このがっつり持つとちょっとだけ2種類ある。だからサッカーでも A タイプと B タイプあるから、コーチが A タイプだと B タイプにも同じこと教えちゃうわけ。なるほど。そうすると B タイプが伸びないっていう。ああ、なるほど。あれどっちなんだ。じゃあ中田は B タイプなのかな、 A タイプなのかな。それでだいぶ分かるよね。サッカー分かんないけどね。じゃあダメだな。ダメだな。そこ知ったら俺も一気にスパンときたんだけどね。あ、なるほど。あの人が A でこの人が B なんだと思ったよ、ね、俺野球じゃ絞れ絞れって言われてさ、うん、なんかほんと打てなかったなと思って。だから俺絞らないようにしたら、うん、脇開けんの、絞れ絞れっつって。じゃあ、 その合わない先生が、A タイプなんでしょ？小中の時ね。じゃあそれは、じゃあ B タイプのコーチが教えると野球はどうなの？ B タイプのコーチが教えると、うん、だから B タイプのコーチも、あ、うん、こいつ A タイプ B タイプって分かればいいんだけど、分かんないじゃん、うんうん、だから自分のやるやつでいくじゃん、うん、だから野球はやっぱりこういう風に洗脳されてんの、 B タイプの人も B タイプのコーチも。じゃあ AB 関係ねえじゃん、それ野球のルールやん。そうそうそう。だから今は脇開けろとかっていうのがいい、まあどっちもいいよねっていうようなことになってんの。なるほど。ありがとうございました。ありがとうございます。今週はじゃあこの辺でありがとうございました。っていう感じで大丈夫ですか？NHK みたいな感じになりましたね。そうですね。だいたいこうみやぞんの話っていつも必死にこう聞いてなんとか理解しようと思うんだけど、必死こいたこの努力の割にはあんま報われない。すごいすんだよ。帰り超少ないですよね。そう、帰りが超少なくて、なんかその設定きついメダルゲームみたいな。そうそうそう、本当に突っ込んだ割に全然帰ってこないみたいな、ね、これだからどうにか治んないんですか？でもそうか、そう思ってんのは B タイプの人とかの感じ。なんでなんでこっちになりたいってこと？釣り革もこれになりたいってこと？こっちより。いや、もうそれはもう生まれ持っちゃったもんだからしょうがないんだって。だってこれ3でいけるじゃん。いや、でもこれだとね。何何だからあれもあるとかでロッククライミングとかいいんじゃない？なんでだ、あの指。あ、ちゃんと指だけでいけるか、うん、いや、これ A タイプの人が指力が強いってことじゃないでしょ。いや、でもそういうこともあるんだって。本当に？あ、あともう一個だけ、その何思い出した？B、A タイプの人でね、うん、A タイプの人に例えば表現として野球で打つときにバンとギュッととかドンとかパンとか擬音みたいなこと、そういうのだとイメージがつかめないんだって、 A タイプの人。ああ、なるほど。だからさとかファとか同じじゃね。いや、その柔らかい表現イメージあれば振るときにバンっていうのとか無理で、あればいいさサの方が無理気するとか、うん、それぐらい力抜いてファとか柔らかい言葉の方が、あ、何そういうイメージってやるといいらしいよね、ボーリングとか。それ割いて話す話でした今。改めて思い出してそのサとバの見てくれてる A タイプ B タイプの人に分かりやすくね、うん、なるほどね。じゃあこれ見てる人は自分が今のを聞いてどっちなのかなって、うん、そうそう、だから脇締めないととか思わなくていいってこと、うん、ね、やりやすい方向で。なるほどね。ですね、はい、はい。じゃあ来週は。なんかこれ、お、俺は来週は進化論について。なるほど。ね、これ国営放送だったら相当やばいことになってますよ、ね。苦情殺到ですよ。まあ、まあ、ということでこの前のなんか、うん、あれがあるみたいで、コンさん写真が。
先週の企画覚えてますか？8月31日の夏にやり残したこと、やり残したことを全部1時間のうちにやっちゃおうっていう、めっちゃ慌てる慌てたかいね。いろいろやっで、その写真に思い出の写真に撮ろうっていうことで、実際僕が放送中に撮った写真がありますんで、いいこれスイカ割りの、スイカ割り、あ、いいですね、面白スイカ割り、これ本当に面白くて、僕も動画で後で見て、怖かったですね、これ本当にスイカ割り、いや本当この2人のスイカ割りめっちゃ面白くて、帰りの電車で動画見ながらめっちゃ声出して笑っちゃった、ここにあると思ったんだもんスイカが、それはもうお前の感覚だろそれ、あとこれおみこし、あ、おみこし担ぎましたね。マイクスタンドを使っておみこし、ね、今年あれなんですよ、この人今日、うん、なんかあの西荒れがなんか本みこしって言って、そうなんだ、ちょうどいいねあれだったね、先取り先取り、あとこれ自由研究でボールを作り、スーパーボールを作って誰が一番跳ね、混ぜ足んなくて杉淵が全く弾まなかったですね、サングラスもかけてね、で杉淵くんが罰ゲームでこの花コーラをやって、こういうリアクションになって、うわすごい、なんかもうトドじゃないですか、ね、そうだね、シャチに追いかけられてる時のやつじゃないですか、そうだよ、まあって言ってるっていう楽しい夏の思い出が、なるほど、楽しかった、いやでもこれが夏の思い出になったってことは、やっぱもう夏終わったんですよ ね、だから、うん、終わりました、これから秋の思い出を作っていきましょう、はい、秋の思い出はね、いやということで、まあまあ、もう9月に入ったんで、はい、あの9月といえばですね、はい、あの僕らが主催してるフェスの月なんですよ、はい、よっ、はい、ということで今日はですね、ちょっとオープニングミニコーナーとして、ね、はい、あのちょっとあのこのね、足立区パフォーマンスフェスタお上手ですね3の、はい、ちょっと告知みたいのをしようかななんて思うんですけど、はい、皆さんじゃあいいですか、はい、告知させていただきます。9月の26日西新井ギャラクシティにてお上手ですねをやります。前売り1500円、当日1800円の会場が、ここ気をつけてくださいね、会場14時半、開演が15時です。結構普通だよね、気をつけるっていうか、30分前に入って30分ぐらい始まるってことですね。よこらライブって夜のイメージ。ああ、なるほど、あ、そこの気をつけてくださいね。フェスなんで早いですよ。そうなんですよね、4時間ぐらいありますから。はい、これはお笑いあり、まあ、ダンスあり、歌あり、はい、アイドル、いろいろ出る楽しいイベントなんですね。そう、そのスタジオ D プラスさんとかは、うん、EXILE さんの、うん、キッズダンサーとかやってたんですよ。すごい、はい、まあ、足立区じゃすげえ有名なダンススクールですから。これ14代目トイレの花子さんって気になるよね。はい、そうですね。はい、あ、それはあの今からやるんでちょっとあの、はい、先走ってもらって今日その回じゃないんで、はい、まあ、まあということで、まあ、これがねどんなイベントかっていうの今も説明したんですけど、はい、ちょっと今日はだからピックアップ出演者みたいな感じで、はい、どんな人が出るのかっていうことで、はい、今日はちょっと芸人さんにをちょっとピックアップしてみようかなということで、はい、はい、ということで、あの出演芸人さんはこちらです。もっと出ますけどね、もっと出ますけど、もう一回座りましょう、顔つけましょう、うん、なんか世話しない感じになってる、顔がこれじゃん、大丈夫はい、いやもうすごいですよ、あの、うん、三拍子さんとかね、すごいよ去年のザ・漫才のファイナリストですから、ね、うん、もうだって何年間認定漫才師ですもんねもうまあ適当にしゃべ、そこは適当にしゃべんないよ、ね、いや本当そうですよ、そうだよ、もしこれで何年間もじゃなかった時お前どうする。いやさっき調べたの、あ、調べた、ちゃんとこれ書く時にウィキやってウィキやったんですね、そう、認定漫才師とか、そうですよ、いや僕ちょっと怪しい情報だと思うんですけど、ね、ですか、まあいやいや、まあ、でもファイナリストですから、はい、ファイナリストです、すごい優しいんですよ、あの、はい、よくねライブでお会いするんですけど、本当に優しくて、ね、よく安全漫才なんて声かけていただいて、はい、イエイイエイイエイって、もうどんな距離からでもイエイイエイイエイって言ってくれますよ、はい、あとですよさんね、お、デスオさん、いまだにテレビでいじられてますね。愛と言いませんとか。もうそうです、もう売れてるからじゃないですか。売れてる。足立区なんですよ。足立区出身なんです、デスオさんね。はい。足立区の先輩がもう来てくれるということで。この間あれだよね、一発屋芸人で5位。5位。なって。一発屋総選挙。一発屋総選挙。面白いですよね。はい。であとそしてあのもうこれ結構頑張ったんですよ、2世 KB。ああ。はい、すごいですよ、今日3人来てくれる調査、 AKB のそっくりさん的な感じの女性芸人 AKB が3人来てくれます、3人来てくれるんですね、はい、そう、3人、これじゃあみんなで楽しくやれるのかな、そうなんです、だからあの、うん、AKB はみんなでもフォーチュンクッキーも踊っちゃいますから、楽しいですね、それ、はい、すごいです、これ1回テレビのオーディションでこれやるんですよって渡したら、うんうん、でも偽 AKB って書いちゃってんじゃんフォーチュンクッキーって書いちゃってんじゃんっつって、そう、ね、ちょっとやばいイベントに思われましたねそういうのいいんだみたいな、ね、そうそう、でも普通でカラオケでフォーチュンクッキーを踊るより、うん、偽 AKB と踊った方が絶対楽しいからね、はいありがとう、絶対ありがとう、
本物っぽい衣装と。あ、もうそうそう、うん、本物っぽいっていうか本物とほぼ同じだった、ね、もうそうだよね。どっちでもよかったんだから、運が、運の問題で。それはちょっと違うと思います。いや、どっち変わってもさ慣れてたんだから。いや、それはちょっと違うと思います。年もあるんで。そっか、そっかそっか。年もあれもあるんで、いろいろね。はい、最後は、最後っていうか、まあ、これがまあゲストなんですけど、うん、パニーニさん、はい、あの有田チルドレンで一緒に共演して、はいはい、有田チルドレンになってしまってから、うん、もう僕らとすごい大差がついてしまった、うん、あの空耳アワーのネタをやる。そう、空耳アワーでありそうな、なんかそういう。そうですね。大阪から出てきて1年半で。そんな1年半、1年半なんだって、すごいんですよ。だからちょくちょく見ますよテレビで、ね、相当見ますよね、うん、最近ね。見ます見ます、すごいよな。いや、だから本当に今までもこのイベントに出た若手芸人がどんどん売れてるんですよね。そうなんですよ。だから当て、あ、結構当てにいってるんですよね。そうだよ、うん、1回目はエレキテル連合さん、1回目だってクマムシとエレキテル連合さんですよ。かなりのいいイベントでしたよね。そうだね。そう、でも2人に言えることは共通していい人だったそうですね、優しい方だった、うん、エレキテル連合さんはその日あの浅草の営業帰りに寄ってくれたって言ってました。そうだ、いいですね、よかったですね、うん、本当に。あとあの浅井企画の若手がいっぱい出ますから。出ますよ、はい、前半はもうほぼ浅井企画の若手で芸人で。なるほどね、はい、デイエさんとかステデコさんとか、デイエのボルマキのステデコ、はい、横浜とかが出る。そうですね、うん、だからもう浅井企画の、うん、ね、今伸びもうめっちゃ押されてる若手もいっぱい、ね、見れますから、うん、でも本当にこの中からエレキテル連合みたいにどんどん売れる人が出るかもしれないということですね。絶対出ますね、自分らがそうなんないといけないと思うんだけど、一方になれないんですよね僕ら押してばっかりで、うん、そうなんですね。まあまあということで、はい、これが9月26日にあるので、はい、あのこれチケット予約とかはもうあれなんですよね、検索したら多分出てくれるんですよね、はい、チケットという予約サイトでできると、うん、なんでよかったら予約してください。お願いします、はい、ありがとうございます。あ、もう今日ちょっと長々と話してしまいましたね、うん、今日ね。じゃあそれではもう早速1時間目いきましょうか、はい、今日の1時間目は9月の転入生の時間。イエーイ、なんか久々ですね、この久々です、ね、先月はマンスリーレギュラーがなかったんで、うん、そうですよね、はい、9月に久々のマンスリーレギュラーを呼ぶんで、うん、はい、まずはじゃあもうネタからやっていただきましょう。あ、今回は2人いるみたいですね、うん、あのいつもはコンビ1組だったけど、なるほど、2組ピン芸人が2人、2組いるみたいですね、はい、だからもうコンビを1組呼んでるみたいなもんと一緒ですもんねまあまあ単純にそうですね、まあ、単純に数で言ったら、ね、数で言ったらそういうことですね、はい、ボリューム欲しいなって言った時にそうなったんですねはい、さあそれではじゃあ早速2人のネタを連続で見ていただきましょう。9月の転入生森誠樹、そして比嘉隼人です。2組続けてどうぞ。無理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 
ウリ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 ウ30代じゃ好きなもの違うでした。どうもありがとうございました。おおおおおお似てるね。はい、今のですね、中日ドラゴンズ小笠原道路選手が代打で出た際に巨人の中継ぎ投手スコット・マシソン投手の直球に押されてサードフライに押される模様でございました。はい、ということですね、小笠原道路モノマネ、まずは外角の球を自信満々で見送るもストライクを取られてしまう小笠原道路選手。はい。続きまして、自信満々で外角のストレートを見送る小笠原道路選手。はい、もう見もしない。なぜならそう、ボールだからです。選球眼がいいんですよね。はい、続きまして、若い頃の小笠原選手と今の小笠原選手、まずは若い頃。もうバット飛ばしちゃう。なぜならもう手首とかもう背筋があの頃はもう強いから。はい、今の小笠原選手やります。しっかり振るんだよね、でも今しっかり振るんだよ。これが大事、若手見といて、しっかり振ること大事だから。では最後に小笠原選手プチ情報を3つ言って終わります。小笠原選手はアボカドが食べれない。でもね、サラダに入ってるやつは食べれるんですよ。ええ、いきますよ。小笠原選手は犬3匹とハムスター、ウサギを1匹ずつ飼ってる。はい。そして最後、最高のストレス解消法は目覚まし時計をかけずに眠ること。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ということで森誠二、比嘉隼人です。どうぞ。どうも。よいしょ。どうも。どうも。失礼します。失礼します。失礼します。いやー、似てる。似てる。似てる。おがさ。いいなぁ、もうフリップ持ってるって映画絶対ないもんね、小笠原選手がこれを持ってるって、うん、満を持して、犬は何飼ってんですか、小笠原選手。大型犬かな。そこまでは分かんない。大型犬じゃないかな。改めてちょっと自己紹介を。はいはい、じゃあ森選手からいきますか。どうも森選手ですよ。森選手よいしょ。はい、中日ドラゴンズ小笠原道弘です。改めまして南国の沈まぬ太陽ザ・サンライズボーイ比嘉隼人です。ザ・サンライズボーイ、はい、よいしょ。
そんなにいいですって、はい、これ中英さんに褒められたやつなんで、そう2回目くるやつ ね2回目くるこれ褒められたやつなんで、いやいやいや、ということで、もう2人がもう僕はもうすごい好きな2人ですからね、ね、ありがたいですね、もうすごい森吉のすごい好きですね、本当に森誠二はもうすごい2020年あたりに受けそうな、いや先だな、もう先だな、あ、先取ってるよね、やっぱもうあの音の編集とかもやっぱもう現代風だから、うん、気持ちいい、聞いてて、ね、気持ちいい心地いいですよね。心地いいね。寝ちゃいそう、寝ちゃいそうなぐらい。大黒摩季来ると思わなかったね。30代のね。今本当が、まあ、本当のこと言うと40代なり始めぐらいなんですけどね。うん、ああなるなる。なるね、30後半の人たちは大黒摩季にやられちゃうっていう。受けるライブでこれ。これが受けるんですよね。受ける。びっくりする。びっくりするぐらい受ける。びっくりする。面白いですね。やっぱ先行ってんだよ。先行ってるね。先行ってんだよ。そればっかり言いますよね。先行ってる。先行ってる。だからエグあのドブロックの江口さんがね、その森誠二に名前をつけるみたいな感じで言ってて、うん、あそうですね、江口さんそれやるじゃんよく。やるやるやる。いろんな若手に名前をつけるみたいな、うんうんうん、で。ビート森っていう名前をつけた本当に助かってるからビートの中に名字が来るってビート森っていうのいいよね。俺はすげえいいなと思ったらやっぱビート使うから確かに、うんうん、間違ってないんですよ。でやっぱあのたけしさんがいるからダメだって。あーそっか、たけしさんいるんですよね。そうす、そうそう、事務所のね偉い人に偉い人、そうだ、ビート森ってよくないでも、うんうん、いいいいいい響きがいい ね、 いいよね、ビート森っていう。であれを寝てやられたらもうすごいいいよね。うん、じゃあもう一回戦ってみるか戦う？だ英語表記とかにしたらさ、あ、なるほど、ローマ字表記して、そう、カタカナにしたらダメだけど、そうだね、ビート、ビートね、もうそのビートじゃないですよって、うんうん、あ、なるほど、刻む方の。でもあれなんて、たけしさんが所属してるオフィス北野の、うん、社長さんが森っていう人なんで、ダメだ、多分ダブルで NG。いやいや、それ知ってる人少ないでしょ。もうマジで社長さんの名前、もう本当。小笠原以外のプチ情報来たな。何でも知ってますね、なんか。まあ手広く。ああ、なるほどね。森誠二って今何歳なの？今21になりました。若っ。若っ。希望しかねえ。もう希望しかない。それもずっと1年くらいいますね。いや希望しかない。希望しかない。そうだね、光だな。21だもんね。すごいよ、21。覚えてる自分が21の時。あ、覚え。いやー、でももうこう、ちゃんとしてなかった。だ覚えてるか覚えてねえか。なんか、言いたくなさそうな。ですね、何も求めてねえよ。覚えてないね。覚えてないね。うん、それぐらいも俺らからしたら前だから。だって、あれって、もうね、比嘉さん結構行ってますもんね。もうあ、僕は、まあ、かれこれ、まあ、おかげさまで31周年ってことで。ほら、もう。あ、俺らの1個上だから、比嘉先生は。31。小笠原いくつでしたっけ？小笠原選手今年42っすね。1975年生まれ。だから10個違うってことか。10個違うんだ。森誠二と。おお。そうですね。よろしくね。先輩できた。あれ、芸歴はどっちが上なんですか？いや、先輩です。僕のが。全然、比嘉さん何年なんですか？僕、芸歴今4年目です。僕は3年目。それ正規のやつですか？もう正式な、もうオフィシャルの、ちゃんとしたやつ。あ、なるほど。もう4年目。2010年の。汚れた芸歴ないですか？あの改ざんしてるやつ、そうそうそう、結成何年とか、いやもうこちらはもう4年偽装なしで、本当ですか、ピンになって4年とかでもなく、もうそれはもう全くずっとやってますんでこっちで、そのなんか年上パターン怖いんですよ、あの実は芸歴上でした、ね、上でしたみたいな、じゃあ4年ですよね、4年ですね、4年前は何やってたんですか、じゃあ4年前は害虫駆除だったりとかまあプラプラバイトでこう自分の人生ごまかしてたんですよね。比嘉さんあれですもんね、沖縄なんですもんね、出身。おかげさまで、はい。あ、だからサンライズボーイ、うん。そうなんですよ。知らなかったー。だからちょっと滑舌も悪いんですよね、沖縄県なんで。そうですね、ちょっと、うん、あのたまりこもりますよ。もうそれは流してもらって。沖縄からこっちに来るって相当勇気いるみたいですね。あれ、沖縄にこっちから来たのはいつですか？10年ぐらい前ですかね。あ、でも10年。森誠二の年にじゃあ。10年。森誠二の年。森誠二なるほど、21歳ぐらいの時。そうそう、それこそ本当21歳ぐらいの時に。行ける森誠二、逆に沖縄に行くとしたら。それと一緒ですよね。そうだね。いいところだぜ。いや、なんか、まあ、あでも森誠二愛知県だもん。僕愛知ですね。来てるよ。愛知から出てきたわ。東京ですけどね。沖縄に行くときはもう観光するとき。そうだね。でも愛知って相当だよね、こっちに来るって。怖いよね、やっぱね。結構愛知県って遠いよね。はい、愛知はでもまあ真ん中ですね、ちょうどあの、まあそうだね、日本で言ったら。ああ、なるほど。ポスト的な。まあまあまあ。待って、何歳で来たの？
初めて来たのが17歳の時に高校通いながら養成所に通うみたいな、うん、あそうなんだね、はい、17から一人暮らしたこと東京で、あ、そうですね、17になる、そう、18になる前に東京に引っ越したんで、すげえ、ね、すげえな、すげえ、お金は労力、ね、お金はどうしたんだろう、お金はあのバイトで、すげえな、はい、いつもバイトしてて、これ全然だからすげー、あの高校3年生でやる、うん、みんながこうボウリングとか、うん、カラオケとか、うん、全然できなくて、えなんで、あ、いや、やるじゃないですか、忙しくて、やるやる、うん、そのバイトしてたんで、なるほど、で土日だけあの東京に帰ったんですよ、あなるほど、養成所に、あ、すごいな、あ、通いで、そう、そう、通いで、どんだけ交通費かかんの、だ1回、まあ、安ければもうほんと3000円とか済むんですけど、まあ、5000円ぐらい、それでも高いね、はい、うわ、いや正直こんな早く来なくてよかったなって思って、いやいや、でもこれは浅井企画からしたら相当な希望だから、そう、浅井企画だって俺らが入った時24か5だったの、浅井企画に通い始めたのが、あ、4か5、うん、それで若いって言われてたからね、そうだよね、20、そうだね、24か5の時だったね、4、何か何かあったんですか、何かあった、辛かったよね、あの時はね、寒い中もさ漫才やってさ、もう喋れなくなったからさ、今もそうですけどね、みんなは僕ら歌ネタになっただけで、デスクワークになっただけでみんなは外でやってたりしますから、そうだよね、すごい、だその時よりも若く入ってるってことだからね、だって汗かく今もう2年とかでしょ、うん、2年1年半ぐらい、ほら二十歳の時、いやこれ売れるんじゃないですか、いや、そう、だって比嘉さんと俺らの年まであと10年あるってことだ、余裕がある、学ぶことしかないよ、もう、もう、うん、学ばないこともできるけどその選択肢何なんですか、なんすか、ね、学ばないことも学んだ方がいい、楽しちゃう、楽しちゃう、楽しちゃう、何がこれ学ぶべきかって、うん、だから要するに何、な、試験がないじゃない、筆記試験みたいなのが、あ、はいはい、確かに確かに確かに、あの、はい、そうそうそう、だからお笑いで学ぶってこう難しいよね、あ、でも本当にこういう風にこの場に入れることが、うんうん、勉強できてんな、まあ、もうコメント力も宮園超えてるじゃん、何もできない、食レポも何もできないけど、って普通にうまいもん出したら気持ち悪いって吐くんだもんもうダメだよ、もう今日もやばかったね、あの控え室の時にコンさんに笹団子をもらったんです、コンさんがね、新潟出身だから、美味しい、みんな美味しく食べてんのに一人だけなんか一人で経過してな、食べれるやつですか、食べれるに決まってんだろうが、お前笹団子って言ってんだから、お前なんで笹でくるむんだろうと思うけどねでも美味しかったでしょ、いや、それが美味しかった、美味しかった、じゃあいいじゃないですか、すごい、葉っぱでくるみ系怖いんだよそれあれでしょ、自分の高校の時のさ、友達が、うん、あのフィリピンの子で、あの家遊びったその振る舞ってくれたんだって、フィリピン料理、料理を、はい、それがものすごいトラウマなんだってそっから黒いお米で、あのたい、あのイカスミで炊いた、あ、いや、そのあれでしょ、子もそんなに料理がうまくない異国の料理だったんでしょ、そう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 、でもそっからトラウマでもすごい疑うのよ、もう慣れてないのと慣れてないのが重なっちゃってそうそうそう、油が固まったようなのあるじゃん、鶏肉を茹でて置いといたら固まったやつ、はい、ゼラチンみたいになったの、はい、あれになんかこうライスを手で持ってなんかこうくちゃくちゃして食べるんだけど表現汚ねえ確かにこれはまずいですね、フィリピンバナナ怖いって言ってたフィリピンバナナ小さすぎて怖い、あれはバナナでしょあれはもうちっちゃいバナナですよ、詰まってる、でもあのなんかほんとこう食べなみたいなぐらいの無理で無理で手 で, 手でやっぱでも最初手は抵抗ある、確かにそれはありますね、 手, そう手っていうか、そうでも向こうは全然それ普通だし、普通なんですよね、うん、そうでもそういうのちょっと怖いんだよね、そういうのじゃないですよ、すごいなんかその子はね、なんかそう、俺もちょっと共通のちょっと若干の知り合いで、はい、なんかそう18になってなんか家がないみたいなことになって、で家を手配してあげるみたいな、そのフィリピンから来てるから分かんないっつって、うん、で、みんなが物件を探してあげたみたいなって言ってて、はいはい、一回それに俺一緒に付き合ったわけよ、うん、したらなんかもう3畳ぐらいの家どうやって探せるんですかそれ、本当に3畳って何すか、ロフトあるからっつってロフトの2畳ぐらいの一応あるんですね、3畳とロフト2畳っすね、2畳狭くて、あれで、はしごがさ、直角の斜めに行けない斜めに行けないどういうことないか無理みたいな
ロフトいらない消防隊みたいな。ロフトいらないから5畳の部屋欲しいですね。そうね。そこを紹介してあげて、なんかもう何とも言えない気持ちになってるよ。そっか。3畳って。でもなんかその家賃が安かったりとかしたんですよね。家賃は安い。もう猛烈に安かったみたいな。まあなるほどね。2万円ぐらい。でももうそれでも2万円するんですか。そうか。新宿とか。一回森入るぐらいだよ。本当に。もう分かんない。場所分かんない。こんなとこ道あんのみたいな。地図にない。地図にないみたいな。秘境秘境なの。自動販売機の明かりしかないんじゃないかな多分。遠くそう暗いんだよね。ものすごい暗いの。やだ。ガぐらいしか来ないですね。ガぐらいしか来ない。本当ガぐらいしか本当に来ないよ。そうそうそう。でもそこ紹介してあげてたよね。最近結婚しました。ああ、おめでとうございますじゃないですか。うん、子供も生まれ無事。ああそんな情報もしてるんだ。まだ付き合ってんだけど。いや、そこにびっくりしたわ。LINE でほらなんか LINE のタイムラインがあります ね, ますね。あそこで知ったんです、ね。そこで知。その家ではないですよねもう。引っ越して。まあまあということで9月はこの2人がゲストで。はい。お願いします。はい。お願いします。嬉しい。9月の転入生の時間でした。お。さあここからは今日の2時間目、はい、社会の時間。わーい。社会だ。おい。さあということで、はい、好評につき第3回、うん、他人に当てられるかクイズ超狭い範囲のあるあるトップ3。わーい。これはもう大丈夫ですかね。この前やった、うん、あの、はい、ジャイアントジャイアント誰でしたっけ、前やったの荒井農園の時に、はい、もうみんなが知ってる自分だけの狭い範囲のあるあるトップ3を発表してもらって、うん、それをみんなで当てましょうっていう、うん、ことなんで、はい、ならもう単純ですよね。はい、もう誰からいきますか、もうあるある。あ、じゃあ僕から。あ、森選手からいきますか。だから本当に自分だけの趣味とか特技とか、はい、アルバイトとか、うん、そういう自分しか知らない分かんない世界のあるあるをちょっとみんなにクイズにして発表してもらいます。はい、なるほどね。じゃあ早速いきますか。誰からいきましょうか。じゃあ僕から。森選手からいきます。はい、ですか。はい、じゃあお願いします。はい、はい、浅草でナンパするときにつく嘘ランキング。ナンパするの？しますよ。へえ。さっきもそういうネタ。そうだね、まあ、ナンパするネタ。ナンパネタです。するイメージないからさ。まあ、あの通りです。なるほどね。チャレな。はい。だからもうこれあれじゃないの？アボカドじゃないの？さっき言ってた。浅草でナンパする。でもあそ、あの浅草ですからね。あ、浅草っていう場所。あそこはあのアボカドはもうどこでも使いますけど。浅草でナンパするときにつく嘘。それはもう浅草は大事？浅草大事ですね。じゃあその嘘をつけば引っかかりやすくなる。そうですね、浅草。はい。じゃあ3位だけはとりあえずじゃあ。じゃあ3位どんなもんかって。2位1位を当てる感じにしましょう。はい。はい、じゃあ最初いやあの、うん、セロテープだったもんですから、うん、めくり慣れめくり慣れしてないめくり慣れしてない。サイン、チャラいって言われた時に、あ、もう江戸っ子はみんなこうだよっていう。なあ、地方の子を騙す。そんな、うん、チャラいとかじゃない。江戸っ子はみんなこういう感じでもうタッチ激しいから。江戸っ子ってなるほどね。江戸っ子はそんで江戸っ子じゃないしね。そうかそうか、愛知っ子だ。愛知っ子名古屋っ子なんですけどね。バリバリの江戸っ子みんなこうだよって言うと、あ、そうなのって。なるほど。提案でいいできなる。これ浅草でやるナンパする理由っていうのはやっぱ引っかかりやすいってこと。やっぱその浅草に僕はまあ僕浅草によくいるんですけど、あ、浅草で、うん、こうナンパするときに、まあこういうこと言うと、まあ結構好感触というか。でもじゃああれだよ、もう浅草寺の息子ですみたいな。あ、もう、あ、もう行っちゃう。もうそれですよね。もう行っちゃう、そこまで。代々の、そう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 。したらもう確実でしょ。それは今後使っていきます。ここで新しいバリエーションを探してるんだ。でもちょっと俺分かっちゃったな。何何何、これ多分格好もあの格好にして、うん、何の格好ですか。いや、あの格好にして、あの人力車をやってましたよ。なんてやってましたよ。あの人力車乗せる人いるじゃん、うんうん、あれやってましたよって言って、うん、そしたらいろんなとこ知ってるじゃん、うん、あ、案内しますよって、うんうんうん、人力車のバイトしてて案内できますよだって。あれ、え、おあ、当てた。嘘でしょ。え、うわ、え、何探してんの。あ、俺人力車のバイトしてるから何でも知ってるよ。すげえ。すごいですね。あ、でも浅草ならではだね。これ、これはくっつかえるんですね、これ。すごいね。正解。すごいですね。ほんとほんと。疑ってね。めっちゃ、すごい、これも喜んでくれて。すごい。あ、でもそれやっぱでも使えるね。確かにこうやって、うん、浅草だからね、浅草ででも本当にバイトしてる芸人さんもいたりしますよね。そうなんですよ、だからこれ使えるんですよ。まあ僕が使ってるそうですけど、それよりも
1位は引っかかるんだよね。これ1位はまあそうですね、これまあ本当にもう強いというか、1位はもう、もうなんですかね、もう大手というか、なんかもう必殺技ですよ、ね、美味しい揚げまんじゅう屋さん知ってるよ。なるほど。いやでも仲見世通り行ったら大体美味しいんですよね。あ、なるほど、はい、すぐ見つけちゃう。こだわりないですね、はい、これもっとなんですかね、まあ一応芸人とは言いますね、僕がっていうか、まあ芸人として、はい、芸人ならではみたいな、ならではかもしれないですね。うわー、俺ちょっと分かったかも。おお、行こう、もう行こう。浅草のパワースポット知ってるよ。全然関係ないじゃないですか。芸人つけじゃん。全然芸人関係ないじゃないですか。芸人でそういうこと言う人いるじゃん。験担ぎみたいな、なんかそうありますよね。あ、は違いますね。お、あれじゃないの、浅草劇場あるから、うん、劇場僕出てるよ。あ、そういうこと。それがあんまり、へえ、そうなんだって終わっちゃう。いや、終わっちゃうんかい。試してはいるんだな。はい。師匠方と一緒に出てるよみたいなね。使えそうだけど。でも師匠、確かに師匠もいいんですけど、なんでしょう。あ、じゃあ。たけしさん。あー、たけしさん。あー、でもそうなんですけど、そうなんですけど。あー、じゃあ金ちゃんじゃん、金ちゃん。ポールマキさん。ポールマキさん飾ってるもんね。ほら、歴代のやつです。金ちゃんさん。道にですよね。飾ってありますけど。大将勝ててないだろ、そしたら。なんか、なんていうんですかね、もうちょっと。なんか、まあ、女の子、若い女の子じゃないですけど、まあ、みんな、なんか、なんですかね。まあ、M1、ザ漫才とかね。よくあるってことだから、浅井企画使ってる。あ、浅井企画、マセキ。あ、もう。マセキ。え、マセキゲームさ。三四郎と友達だよ。あ、それは確か今使えるかもしれないですね。あ、でも、本当もう、惜しい。マセキさんの知識を。もうちょい。うちゃなちゃんさん。違います。もうちょい、もうちょい、下、もうちょい下。いや、でも。え、かのえこさん。あ、違います。認定、満強。環境でマセキ、え、カントリーズさん。いや、でもカントリーズさんしか出てこない、ダメだ。カントリーズさんに汚染されてる。マセキイコールカントリーズになってる。ナイツさん。正解！浅草だから、うん、浅草で、ま、場所も、場所さん、ま、ナイツさんと知り合いだよ、もしくは友達だよとか、お世話になってるよ。ずるっ、これは強い。半端ないな。嘘でしょ、やばいでしょ、嘘でしょ。これ嘘ですよ。嘘はやばいって。でもこれで引っかかんの？で大体もうその適当なことを言えば大丈夫なんですね。いや、それもちょっとカントリーズに下げた方がいいよ。一旦そこで様子見た方がいいよ。じゃあ僕ら一回仕事した時あるから、ナイツさんと。あ、そうだ。じゃあ俺らが言っていいんだ。あ、言っていい人もいるし、僕がまあ言ったら嘘になりますけど。俺はこれはやっぱネームバリューが強いんで。そんなん言ったらこれサインも嘘よ。一つだけ。2位だけマジ。2位がマジだね。江戸っ子はみんなこうだよ。意味が分かんねえもん。でこういう感じで。ちょっとだけ気さくっていうことでしょ。そうやんないっていう。そんなイメージあるかな。いや、江戸っ子気さくですよ、本当に。チャラいんじゃないよと。はい。すぐくすぐ声かけちゃうのも江戸っ子だからだよっていうの。なるほど。江戸っ子いいよ。使えます。使うわ。じゃあ浅草行った時はみんなこれ使えば。はい、これ使えば。はい。溢れるんじゃない。とりあえず困らない。え、本当とかいろいろ聞かれたらどうすんの。いや、本当だよって言って、な、芸人のなんか。だからこれがくっつくんじゃない全部。ナイツさんの友達で本当って江戸っ子みんなこうだよとか、はい、全部これにくっついてくんじゃない。このセット使えば大体大丈夫。1位と3位とか2位とか3位のこれでダメだ。江戸っ子セット、江戸っ子セット。それで持って帰れたりするわけ。これ持って帰れたりってのは番号とかまだその飲みに行ったりぐらいですね。あ、でも十分っすね。そうで、これ何でも知ってるよって言うんですけど、うん、いつもはそのもう飲むよってなった時に連れていくのが300円中華っていう全然浅草関係ないところに。そこのその中華さん俺知ってるけど、そこの前でこの前なんか金髪のさおばさんになんか値段交渉されてたよね。気づいたらタバコ吸いに行くっつってバーっつって行ったらなんか金髪のおばさんに70ぐらいのおばさん値段交渉されてた。値段交渉なんか 3万円でいいよみたいな。何やってんのこいつと思って。泊まれる道具持ってるよ。お泊まりセット持って場外馬券場の前にいる。行かないです、大丈夫です。そう、じゃあもう次行きましょう。全部結果全部嘘っすよこいつ。はい、先生行こう。ダズン。何何。犬の散歩中に散歩そっちのけでしちゃうことあるある。犬散歩関係ないってことか。じゃあ僕が、まあ、犬飼ってるんですけど、まあ、実家で帰った時ですね。もうだいぶヒントですよこれ。散歩中に、はい、散歩中に3位だけ見ないと分かんない。じゃあ3位、はい、どんなもんか。めくっちゃいまーす。はい。ダッシュダッシュ
ダッシュすげえいい飼い主だよこれやってくれてたら。いやもう手綱話してダッシュするんですよでついてくる。あの田舎なんでもう道とかすごいもんすごいなるほど。それ見ちゃうともう走りたくない走りたくない走れるぜってなって、そういう感じね。犬も追っかけてくるよ。いや 犬はもうそこでもうよだれ垂らしてるだけ。何犬ついてこないんだ。パグス。うわーパグのダッシュはパグのマイケルって言うんですけど、かわいい名前してるわ。黒いパグで、うん、黒パグで、ね、追いかけてくるんですけど遅いんですよね。遅いねパグね。パグ遅いですね。走り場じゃないですもんね。来いよって思うんですけど、まあ、ぶっちぎりで抜いちゃうんだ。ぶっちぎりですね。ナンバ審査ダッシュか。こういうことか。これこれ予想しにくい。何件審査か。あれじゃない、犬だからこの感じで言ったら2位筋トレしちゃうとかじゃない。そうこの感じで言うと、あまあいい線はいい線いってんだ。言ってますけど、もう要はこのダッシュが何のためのダッシュなのかっていうところを読み解いてほしいですね。このダッシュはそのまま2位につながりますよ。2位つながる。汗かくから、はい、風呂行っちゃう。あそっちにも体流しちゃうみたいな。違いますね。汗かくから海にそのまま。違う、川じゃない。ああ。いや、川じゃないですね。川じゃないです。でもこれヒント、ヒントですよ。だからさっきもおっしゃいましたが、実家でしかできないことというか。実家。これがもう重要なヒントなんですよ。友達ん家行っちゃう。あ、ちょっと近くなってきたかもしれないですね。遊び行っちゃう。遊びとは違いますね。遊びとは違います。もうでも意味があること、それぐらい意味のあること。何この時点で意味ないじゃん。でこのダッシュをするのが意味なんですよ。もう意味につながってるんですよ。そこのダッシュした後何？だから こう一回家に帰って寝る。犬を置いたまま。いや違う。したら犬迷子になっちゃうから。ダッシュしてだからクールダウンだよね次。あクールダウンも兼ねますよ。あ風俗行っちゃう？風俗はね、山の中がないんですよね。あ、山か山か山す。あ、これ結構でかいですね。山結構でかい。え、何山なんですよ。ダッシュして山。はい、多分皆さんも行かれてます、うん、コンさん筆頭に結構よく行くものなの、誰でも。僕は、誰でもっていうか僕はもう、あ、これも言いますけど実家帰ったら必ず。あもう何これ結構お参り神社でお参り。あポンさん墓参りだ。正解。うわ正解です。そうなんです、僕墓参り行くんすよね。いや散歩中じゃなくていいですよ。ちょっとダッシュじゃなくてもいいし。いやダッシュで向かいたいんですよ。これ意味さっきのヒントが迷わせてる。本当に仕掛け仕掛け。時間がもうあとちょっとしかないんで。はい、はい、じゃあキャンペーンっていきますと。じゃあ1位はね、正直僕の中ではもうこれが一番の原因。原因これが一番原因っていうか、これが一番のもうあるある、散歩に行く理由みたいな。あ原動力です、僕の。何もう分かんない。何山菜採り。何ああ、でもそういう感じで考えてもらっていいですよ。魚釣り。あ山だよ。山キノコ狩り。あキノ、ある意味キノコ狩りですね。あ、未確認生物探し。あーすごいいいとこつく。でも違うんです。いいとこはついてますね。うわもうわかんないわかんない。分かんない。発表していいですか、はい、発表しても時間ないから、はい、うわー気持ち悪い。くそーだでーん。落ちてる絵の本を探すです。わかんねえわそれ。ある意味絶対わかんないよ。言ってないですか。ある意味キノコ狩りですねって。なるほど。ああなるほど。やかましいわ。なんでなるほどって言っちゃったよ。いやさんもう巻きで、もうパパ行こう。なんで俺毎回巻きなの。いやさんもういいもう。あ、じゃあ3位はい。俺だからのトイレいいとこベスト3。トイレいいとこ。トイレのいいとこ。はい、3位見せて。僕の好きなトイレ。好きなトイレ。はい。第3位、新宿ハイジャブイヤン。あ、いい。あ、いい。いっぱいあって、音がでかいの、流すときの。お笑いの劇場みたいなところで。いっぱいあるんだね。すごいんだよ。はい、2位。何だと思う？いや、時間ないよ。時間ないって、じゃあって。セブンイレブンこじゃって。はい。いい。綺麗なの？あのウォシュレットが強い。第1位。大体ね、緩いとこが多いから。第一なんと思う？これいいですか？うん、お台場。に日テレ。日テレは緩い。フジテレビ。正解いい。いや、
あのベルクス南花だった。絶対わかんねえよ。わかる。もうトイレに困ったらここお願いしますよ。はい。足立区のベルクス。終わっちゃう。南花。終わっちゃう。ありがとうございました。終わっちゃう。